受け入れにつきましては基本的にはね大賛成ですね。やっぱあの人間はね、私小さい時からねよく親とからも教えられたんですけども、人間すべて兄弟なんだよねというようなことを聞いたことありますよね。そういうことからして、もっともっともっと人数をね多くてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。周辺の国の負担がすごく大きくなってるって聞いてますし、なんかそれによってその避難されてる方に結構何ですか、こう犯罪に遭われてる方とかも多いって聞いてます。それってやっぱりその避難した先でこうもうスタックされしてる状態があるからそういうことが引き起こされるので、それを人流を流すという意味でもっと早く日本政府も動いた方が良かったと思いますね。とりあえずその今目の前にある生活して生きていけるだけのケアは必要だと思いますけど、その後はちょっとその後ですよね。またどういうふうになるか、まあ変わる情勢が変わるかもしれませんしね。したらまたその時点でいい方向に進めばいいと思いますけど。